それでは跳ね返り係数について勉強していきましょう。跳ね返り係数とは物体の速さが衝突前後で何倍になるかを表す数値のことです。今左から速さ V で物体が右向きに移動していきました。そして壁に衝突すると壁から力積 FT を受け物体は運動の方向を左に変え速さ EV で進んでいきます。 この時、跳ね返り係数 e というのは、マイナス衝突前の物体の速度分の衝突後の物体の速度という形で書けます。正の速度で入射してきた物体は、負の速度で跳ね返されます。同様に、負の方向で入射してきた物体は必ず正の方向に跳ね返されます。これらの速度の比を取ると、マイナスになってしまうんですが、 それをプラスにするためにマイナス1をかけています。跳ね返る係数の値について具体的に見ていきましょう。跳ね返り係数は0以上1以下の値をとります。これは壁に衝突されることによって加速されることはない。V より大きい速度で跳ね返されることはないということを示しています。E が1のとき、 これを完全弾性衝突と言いまして速度が衝突の前後で変わらないということを表します続いて0から1の時これは非弾性衝突と言いまして壁から力積を与えられることで物体の速度が減速してしまう場合を表しますそして e=0 の場合これを完全非弾性衝突と言って物体が静止してしまうという形になっています この中で E イコール1の完全弾性衝突は運動エネルギーが反応の前後、衝突の前後で保存するのですが、それ以外は速度が減速してしまうため運動エネルギーは保存しません。続いて二物体間における跳ね返りケース E を考えていきます。先ほどは壁が静止をしていて物体が運動しているという形でした。 今回も形としてはそのようなものに帰着すれば良いわけですね。そのため相対速度を用います。物体 B の相対速度を考えると、物体 B をカビと見立てて跳ね返り係数を計算することができるので、跳ね返り係数 E というのは -VA-VB 分の VA'-VB' となります。ちなみに A における相対速度で考えた場合は、 イイコールマナス分の、VA、となります。これは数値的に等価ではありますねこのように跳ね返り係数が2物体の場合は相対速度の比を用いて表しますそれでは実際の例を見ていきましょう質量 2kg の物体 A と質量 3kg の物体 B があります 物体 A が速度6 0 m 秒で物体 B が速度4 0 m 秒で運動していた時これらが衝突をしました跳ね返り係数が0.5であるとき、衝突後の速度を求めていきましょうまず分かっている状態をそれぞれ書き出すと以下のような図になりますそしてそれらの関係式として知られている 運動量保存則と跳ね返り係数の式を用いて解いていきましょう。まず運動量保存則からです。運動量保存則は、まず反応の前が 2.0×6.0、プラス 3.0×−4.0、そして反応の後が 2.0VA、プラス 3.0VB という形になっています。 そして跳ね返り係数は0.5となるのでマイナス6.0-4.0分の VA-VB という形になります。それぞれの式を計算していくとまず運動量保存則は0イコール 2VA プラス 3VB 跳ね返り係数の式は5イコール VA-VB となります。 これを連立方程式で解くと、VA イコールマイナス3.0メートル毎秒、VB イコール2.0メートル毎秒という形になります。跳ね返り係数の式を分かると、運動量保存則だけでは解けなかった問題に対しても解を与えることができます。今回は跳ね返り係数について勉強していきました。お疲れ様でした。